はい、じゃあよろしくお願いします。今回は英語の並び替えシリーズの第3弾をお送りします。で、いつも通りこの3問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、厳しそうな方は今から自分の方がね、問題解いていきますんで、ぜひ聞いてもらえたらと思います。いいかな？よし、じゃあ早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、だんだん、まあ、難しくなっていく感じなんですけど、イメージとしては。で、まず1番が、A さんが、ほにゃらら have と言ってます。で、B さんが、I have 9と言ってるので、まあ、何かを9個持ってます、みたいな答えをしてると。で、まあ、A が、まずね、問いかけてるんですけど、これはね、セットに気づけると非常にいいですね。特に have 出てるからね。疑問詞が来てるので、まあ、how は最初に使うだろうなと。で、how っていうのは、それ単独で、一つだけで使うこともできるんですけど、how ほにゃららで使うことが非常に多いです。で、結論から言うと、今回は、この many がいるので、how many でいきます。他にも、how much とか、ね、how long とか、いろいろありますけど、で、how many は、あ、これは自分の覚え方ですけど、How many もの s と覚えるといいです。How many もの s です。なぜかっていうと、How many っていうのは、あるものの数を聞くときに使います。何個とか、いくつっていうときにね。で、じゃあ何の数を聞くのっていうときに、そのものの数を聞くじゃんか。例えば、あなたはペンを何本持ってますかとか、ゲームを何個持ってますか、靴を何個持って何足持ってますかとか。あるわけなので、その聞きたいものの複数形が来るんです。いい？っていうイメージで、よく How many mono s って言うんですが、で、確認すると、How many mono s あるんだよね。books って。だから、もうスタートが、How many books。これがもうセットで固定できます。How many books って。で、あとは、you と do しか残ってないんで、まあ、疑問詞。これがね、一つの疑問詞って考えてしまえば、あとは、do you have ですよね。疑問文だから。you do have ではないからさ。だから、残ったのをくっつけて、do you と。これで今回 OK となります。で、一応確認すると、how many books do you have? となって、あなたは何冊の本を持ってますか?で、I have 9. 私は9冊持ってますよ。みたいな会話となっております。まあ、なので1番は How many もの s ですね。では、2番いきましょう。次、A さんが Do you know sorry? と聞いてます。Do you know? まあ、これね、すごいシンプルなんで、まあ、セットって言うほどではないかもしれないですけど、Do you know? あなたは知ってますか?って聞くときに使います。まあ、あなた、知ってる。で、do ついてるからね。で、今回、サオリが尽きてるので、あなたはサオリ知ってますか?だから、サオリのこと知ってる?って聞いてるんです。A さんね、サオリのこと知ってる?そしたら B さんが、Yes! うん、知ってるよって。She is ほにゃらら。といった感じ。で、ここに、赤。C、まあ、S、主語ですよね。で、B 動詞の V が来ておると。だから、いつも通り、こう、主語の後に動詞っていう探し方はできないんですが、今回、Our friends want my best が来てて、やっぱりここもセットなんですよね。このセットぜひ覚えてほしいんですが、これが、名詞の、まあ、複数形、まあ、S にしとこうか。one of 名詞の複数形です。これで、ほにゃららの一つ、ほにゃららの一人になります。一つ、もしくは一人ね。ほにゃらってここの部分ね。まあ、これも複数形を使うのが大事。one of ほにゃらら s です。で、それを確認すると、今回ね、one of で、まあ、名詞、フレンドの複数形の s が来てるんです。だから、それをね、シンプルに使ってやってみると、one of friends となって、友達の一人って言い方ができます。だから今全部まだ使ってないよ。使ってないんだけど、She is one of friends といえば、彼女は友達の一人ですと
いう2つの文としても完結してるんだよね。これでもよくねみたいな感じなんですけど、まずこれ使い方覚えてください。 one of 物 s、 あ、これ名詞の複数形です。じゃあ今これは使ったと、でこれはまあセットだろうと、あと my と best を使いたいんだよね。これどこに入れるかなって考えた時に、これはこのフレンズをにくっつけちゃえばいい。で結論から言うと、こいつなんか外に放送流れてるね、あの音拾ってたらごめんよ。これをですね、 one of my best friends、 あ、ピロが打ちった。結果から言うとこれが答えなんです。今回 one of my best friends です。でどういう風に訳すかっていうと、本当はね one of friends なんです。友達の一人と言いたかったけれど、 my best friends といえば私の一番の友達の一人、まあ親友ってことだよね。彼女は親友の一人ですみたいなイメージです。ちゃんと直訳すると違うと思うけど、という風に作ってください。なのでそのためにも、ひとまずまず one of 名詞の複数形、これでほにゃららの一つ、ほにゃららの一人という意味になりますので、ぜひね覚えてもらえたらと思います。でラストですね、いきましょう。まず A さん、 Look 見て、 There are many people in the shop と言ってます。でここでもね大事なのはこれ、これは覚えてください。 There are です。これでほにゃららがある、ほにゃららがいるです。これはここ is でも OK です。 is は一人の人、一つのもの、一つね、1っていうものがあるときに言うのが there is。 複数のものがあるとき there are と言います。今 many people、 たくさんの人々ね、たくさん複数いるのが分かっているので there are となってます。つまり there are many people、 たくさんの人々がいますって言ってる。 and the shop、 あの店の中にだよね。だから訳していくと、あの店にたくさんの人がいるよって、見て見て、たくさんいるよあの店みたいな感じ、会話としてはね。で B さんが言ってます、 It is ほにゃららほにゃららフランスと言ってます。で多分これが一番難しいんですけど、ここもセットなんです。まず気づいてほしいのが、でキーワードとしてはこの famous、 有名だよね、と for が来てる時、これはね熟語でね あるんですけど、書けるかな右入るかな、be famous for ほにゃらら、入ってる、 OK、 be famous for ほにゃららです。これでほにゃららで有名であるという意味になります。まあ、ほにゃららで有名だっていう感じで、 be っていうのは be 動詞のことで、今 be 動詞使ってるんだよね。だから一応 sv 同じように書くと it が s で、ここで be 動詞を使ってると、だから be famous for がつながるから、答え赤か。 be famous for、 ここで来るだろうと使ってしまいます。まずねこれがセットで気づいてほしい。でこれ気づければ、もともと6個ね、6個ってなかなか多いんですけど、並び替えの時にこれが使ったことによってあと4つで済む、かなり難易度が下がります、これだけで。だからこっからじゃあどうしようかと。でそれはもうそれって店のことね、ほにゃららで有名なんです。じゃあ何で有名かなって考えたときに、まあそのもので有名っていう方がね言いやすいので、ものか、あバイクスか、バイクか、まあ自転車かな、バイクスがいけると。でバイクス置いてみようかなと思うんだけど、さっき置いちゃうか、これ自転車で有名ですと言えます。であとはメイドが来てると、あ動詞みたいな。でこれは前の動画とかでもやりましたけど、コーチ就職っていうのを使います。コーチ就職、後から後ろから来ると就職するんです。でメイドっていうのは作る、これ過去形になってるんで、バイクスの後ろに置けば、この後ろの文でほにゃららで作られた自転車って持ってくることができます。後ろから就職するんです、コーチ就職で。Made France、 フランスの前にね in をつけたいと、だから Made in France ですれば、フランスで作られた自転車で有名ですとなる。これいっぱい使ったね。あとセリングなんです。でセリングなんですけど、これはセリングバイクと持ってきます。
下は無理だね、書き直そうか。でセーリングの足はね、こうどこに入れたらしっくりくるかなっていう探し方になると思うんですけど、ちょっと待ってね。セーリング、待ってね、バイクス、Made in France と。でセーリングは売っているなので、まあ売っている自転車ですよね。フランスで作られた売ってる自転車、まあ売り物ですよね。で、有名ですと。まあ売っていることでもいいと思うんですけど、で、有名ですと。だから、まあね、すごい、あと見てみてって、あの店すごい人いるよねって、あの店、あれフランスで作られた自転車売ってることで有名なんだよ。みたいな会話をしてます、これは。3番はね。まあもちろんね、6択だろうが、普通にね、パッて解ける方もいらっしゃると思うんですけど、ね、こんな感じで、まあ、Be Famous for を知ってるだけでも少し、多少難易度が下がると。で、やっぱりね、ワート、今回も入れましたけど、コーチ就職。ほにゃららされたもの。ほにゃららしている人。しているだったら ING ね、ここは。になりますけど、っていうのはやっぱすごい出てくるので、こんな感じで、ぜひね、解いてみてください。では、今回は英語の並び替えシリーズの第3弾をお送りしました。今回もね、ここまでご視聴いただいて本当にありがとうございました。で、次回またね、パート4を撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。